はい。注文あったかいね。一日体験入学でーす。入学入社入社じゃない入社でした。こんにちは。こんにちは。ハグス&ハヤ。ハヤ。ハグハヤ。ハグハヤ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は苫小牧栗林運輸さんに一日体験しに来ました。よろしくお願いします。シャス。今日はこちら苫小牧栗林運輸株式会社さんへ来ましたー。早速行ってみましょう。じゃあ完全に完全に完全によろしくお願いします。行ってきます。行ってきや。俺はいいよな。これはね、似合う男が着りゃ何でも似合う。よろしくどうぞ。今見に行く真珠丸っていう船が栗林商船さんの船で、シャーシの積みの作業、はい、でシャーシ貨物を中に入ってるやつを苫小牧から、北海道の各地に運んで、でまた集荷してきたものを、日本各地に積み込みをやるっていう作業を最初見てもらいます。はい、ではお願いします。よろしくお願いします。ちょっと緊張しますね。反対に反対行くよ。反対、はい、普通乗用車こっち曲がるこっちに行くよ。でトレーラーをこっちに寄せて、はい、チャーシの方をこっちに行く。おお、なるほど。それってどれぐらい運転でこういう風になるまでできるまでどれぐらいかかるんですか。まあほとんど1年から2年ぐらいは。ああ、それぐらいかかる。今出てきた彼は大体15年ぐらいだった、何かを極めるってこんな簡単なことないんですか。毎日の地道な作業。確かに、ここまで選手になるのにさ、本当に鼻垂らしてることから僕は絶対だったと思うんですね。この今運んでる紙、このロールを作ってる部署に僕がいたので、すごいなんか今感動してます。ここそういうものがこうやって運ばれてるっていうのを見れてすごい感動してます。弱点が披露してしまうかもしれません。僕の高所恐怖症を皆さんにご披露しましょう。何かあったら隊長は僕が守ります。任せてください隊長。あれがブリッジみたいなの操舵してた。これはやばいぞ。ここか。ここが操舵室で、基本的にはこれが舵。舵。そうです。ここがチャートテーブルで、こういうもうちょっと港の詳しい海図って。これ改造を広げて、切手がプランを立てる。
こっち側につけるときに真ん中だと見えづらいからここに立って微調整しながら完璧につける、幅寄せをしながら、いや要はもう重列駐車みたいな、すっきりっきり、このまま後半戦もしっかり取って優勝をするんだ、出発進行。なんかね、もう映画とかドラマでしか見たことない、その僕たちが入れるって本当にないことなので、すごい感動しましたし、びっくりです本当に。ハヤト大好きな海猿映画があるんですけど、もうまんまでしたね本当。いやー興奮しました本当に。うち結構繰り返し運輸って、運輸がつくんで運送業だと思われがちなんですけど、トラックの陸送の会社だと思われがちなんですけど、実際はああやって船の中の仕事してますよっていうのを今回の冠ゲームでちょっと全面的に出したいなと。ありがとうございます。ここから弊社の東事業所の倉庫内に、またちょっと違った用途の巻き取りがあります。で、先ほど船で見ていただいた、クランプリフトに、実際に乗っていただいて、操作までしていただけたらと思います。実際に入ってみましょう。指導してくれます近澤班長です。よろしくお願いします。班長お願いします。この道30年のベテランなんで、大振り乗ったつもりで行ってください。はい、ちょっとすいません、先ちょっとウォーミングアップだけさせてください。温まってないんで。バッチです。1回も準備運動が必要なんですね。欲しい人ね、50人と60人いるよ。アップの時間が。髪が破けちゃうんです。ある程度空気入ってるじゃないですか。一気に下ろしちゃうと、バーン。トレーラーもそうなんですよ。まず、はい、これエイジングブレーキって言って、ちょっと怖いっす、なんか。自分昔ちょっとゴルフのカートで苦い思いをしたことあって、これが上げ下げの。これグーってやつ。バーって上げる。おー、すごい。拍手に行きたいです。一度で止まります。あ、来た、限界まで来た。これでも限界ですね。これよく見えますね。あたしはこの天窓からもう見えますんで、はい、これでさっき上の荷物使われてたと思うんですけど、奥からはちょっと見づらいですし、やっぱり相当技術ないと難しいと思うんですけど、あ、やっぱりなるほど、簡単にやってるのもね、さすがですね。でも重さでベルト下がったりするんで、はい、まあ、平らに置くような形するためにやっぱりそのベルト調整したり角度調整したり、ちょっとめちゃめちゃ緊張します。ちょっとじゃねえや、かなり緊張するね。それはよし、左足これはもう乗っけた、はい、ガッツリ取ってください。で、これバックしますね。はい、このレバー手前に来て、これでバックしたのを
回すか、前行く。よしよしよし、おーっ、はいはい、まだか、まだ行きます、待ってます、はい、オッケー、オーライ、これでいいウルトラになります。はい、ええ、おお、下がります、よし、おお、おお、やりました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。うわ。上手。うまいね。運転任せてください。最高。オーライオーライ言いながらバックしてたけど、ね、自分でね。いや、本当いい体験させてもらいました。最高です。33点。今日はどうもありがとうございました。これからも繰り返しよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。やっぱ 見てるのと実際に運転してみるのとじゃ本当全然変わりますね。もうあの機械に対するもう思いがあの機械に対する思い、はい、すごいとこ行くね。はい、やっぱりその機械に対して思いはあったの。いや、もともと、はい、まあ多少はあったんですけど、やっぱり実際乗ってみてもっとあの機械に対する思いが、まあ、やっぱ優秀で面白いよね。変わりましたね。いいね。はい、あの掴むとこも右側しか動かないんで、こう足掴みのこっち、こういう感じで足掴んでくるんで、僕もこう受け止めなきゃいけない、そういう気持ち、そんな感じでコントロールしてましたね。難しいですけど、やっぱりこうやって来て、こうやってこうなるんで、結局